どうも、丸高まなみです。今日は久しぶりに皆さんからいただいた質問に答えたいと思います。インスタグラムの方でね、質問を募集させていただいて、たくさんの質問ありがとうございました。全てにね、答えることはできないんですけれども、何個か答えていきたいなと思います。いや、にしてもさ、ここにね、あんま見ないでほしいんだけど、大きなニキビができて、もう昨日の時点でもう行きますよみたいなニキビ行きますみたいな感じになるの分かる、僕行くからねみたいな感じで、すごいね、来る気配はすごいムンムンとしてたんだけど、来たよね。気にしないで。痛いの、しかも痛い系のやつ。はい、ではそんな感じがどんな感じかわかんないけど、やっていきたいと思います。丸高チャンネル。はい、じゃあまず一つ目から。徳島で一番美味しかった食べ物を教えてほしいです。全部美味しいいや、これ本当に冗談抜きで、野菜もお魚もお肉もなんか全部美味しいんですよ。徳島の人にそうやって言うとね、そんなって言うんだけど、徳島の人はもうそれに慣れちゃってて気づいてないだけ。めちゃくちゃご飯美味しいです。もちろんね、東京も大阪も名古屋も美味しい料理もたくさんあったし、たくさん食べてきたと思うんだけど、徳島はなんていうの、その素材そのものがすごい美味しい。やっぱり一番初めに来て食べたのが海鮮だったんですけど、お刺身いただいたんですけど、タイをはじめハモとかもすごい、こんなハモ食べたことないってぐらいすごい柔らかくて美味しかった。なんか一番って言われたら難しいんですけど、全部美味しいです。次、夫婦円満のコツを教えてほしいです。これもいくつかいただいてたんですけど、夫婦円満のコツ難しいよね全然さ、人様にアドバイスできるような人ではないんですけど、強いて言うなら毎日ハグするし、例えばお部屋とかにいてソファーとかに座ってる時とかもくっついてるどっかしら当たってたりとか、足と足当たってるとか何かしらくっついているかなと思います。あとは思ったことはすぐ言うようにしてます。ためない、これがいいか悪いかは別として、私はためないし、パパも結構何でも喋ってくれるタイプの人なので、お互いにため込まないことかな。はい、次、今一人の時間もらえたら何しますか。旅行ならどこ行きますか。うわー、どこかな。なんか結局仲いい親友ちゃんたちと一緒にいたら何をしてても楽しいんですよ。とりあえず友達に会うことは絶対なんですけど、友達と美味しいご飯を食べに行って、美味しいご飯と美味しいお酒飲んで、その後はカラオケに行ってワイワイして、ちょっと飲みすぎちゃうぐらい飲んで次の日もう何も考えないで寝れるだけ寝たい。旅行ならね、どこ行くかな。難しい。行きたい、どこでも行きたいんだけど、でもなんかせっかくだったら海外行きたいかな。やっぱりちっちゃい子供連れて海外行くのって結構大変だし、一人だからこそ長時間のフライトも耐えられるっていうか、ってなったらどこ。でもやっぱり結局ハワイかな。なんかハワイは2回くらい行ったことあるんですけど、
の方も結構多いし、ちょっと安心するっていうか。で海もね綺麗で、山もあって、じゃあハワイかな。はい、次、バッグコレクションしてほしいです。バッグね、ちょっと今ここにバーって持ってくるとあれなので、バッグはバッグでじゃあ取りたいと思います。次、現在妊娠中、検診まで赤ちゃんが元気に育っているか心配です。不安な気持ち、どう対応してましたか。わかる、めちゃくちゃわかる。私もお腹の中で赤ちゃんができた喜びとつわりと不安と、なんかね、いろんな感情がたくさんあったなと今になって思うんですけど、もうなんかとにかく不安なんですよね。なんか心臓、心拍大丈夫かな、動いてるかな、なんか全然お腹、赤ちゃん動いてないんだけどとか、全く私も同じで、そういう風に思ってました。本当に無事に生まれてくるのだろうかとか、毎日毎日不安でした。だけどなんかその不安って結局妊娠中もそうだし、生まれてきてからもだし、生まれてきてからもやっぱ生かさなきゃいけない、このちっちゃい可愛い赤ちゃんを、全神経をね、その使って子育てをしていくわけじゃないですか。もう不安しかないよね。自分の命を変えてでも守りたいものって、やっぱりお子さんだったり、まあね、他にもたくさんあると思うけど、もう私の中ではやっぱ子供が、自分の子供に対してそう思うので、いつまで経っても不安は残ります。なんか対応してましたかっていう質問だったんだけど、対応はできてなかった。もうただただ毎日不安だし、今だってね、不安なことはたくさんあるし、多分子供を育てていく上で大切だからこそ、不安な気持ちっていうのはなくならないんじゃないかなと思います。なかなかいいアドバイスができなくてごめんなさい。けど不安はつきものだけど、やっぱり楽しいこともたくさんあるし、もちろんね、子供に対して何やってんのって怒ることもたくさんあるけど、やっぱ結局はもうめちゃくちゃ可愛いが勝つので、不安な気持ちも、その一緒にいて楽しい可愛いっていうその気持ちが勝ってきたら、少しは自分の不安も落ち着くんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次、朝何時に起きて何時に寝てますか。私は基本的には夜中の12時までには寝て、朝の7時に起きています。みんなどれくらいなんだろう、ね、はい、次、丸高ちゃん流の美容について。美容についてはと、私結構複雑な女でして、もちろん結構周りにはね、美容に詳しい人とかもいるから、友達とかが教えてくれて、これまなみこれ使ってみたいな、ちゃんとしてって周りが言ってくれて、化粧水だったりその美容液だったり、日々教えてもらったりプレゼントしてもらったものを使うんですけど、もう私流の美容ってなったら、やっぱり結局はストレスをためないことで、自分が楽しく生きること、ポジティブに生きることかな。結局は心が、自分の心がなんていうの、ワクワク、日々ワクワクとかしていないと楽しくなくなっちゃうと思うので、基本的には私の美容はストレスをためない、毎日楽しむ、あとはやっぱ頑張りすぎない、程よく手抜き、頑張らなきゃいけない時はもちろん頑張らなきゃいけないんだけど。
けど、手を抜ける時とかは手を抜く。県外の方へ徳島のおすすめスポットありますか。あー、おすすめスポットか、お子さんいるのかいないのかとかによるけど、私が徳島に住むってなって物件を見に来た時があって、その時に、鳴門大橋の何ですか、歩けるところがあるんですけど、 そこを行った時になんかすごい感動しました。なんかね、クリアな、ね、ところ歩いたりとか、下が海でね、渦潮がね見れるスポットなんですけど、すごいなんか壮大で海みたいな。そう、本当でも海みたいな感じで、すごい気持ちがリフレッシュするというか、また行きたいなって私は思っている場所です。あとは渦潮クルーズみたいのがあるんだけど、それもちょっと私は挑戦まだしてないので、してみたいなと思っている場所です。なんかね、そこのスポットはその鳴門をちょっと行ったらなんかお茶する場所みたいなのとかもあったから、なんかよかったら行ってみてください。あとはやっぱアスタムランドとかが有名なのかな。アスタムランドはすごい無料なんだけど、もうすごい大きな施設で、私は今のとこ 2,3 回遊びに行ってるから、そこもちょっと調べてみてみてください。はい、次、おすすめの本教えてほしいです。そう、おすすめの本ね、結構読書をすることが苦手な学生時代を過ごしてきて、読書感想文とかも本当大っ嫌いだったし、なんでこの時間本読まなきゃいけないのって思って生きてきたんですが、下の子も子供園に入ることができて、一人の時間ができた時に本を読んでみようと思って読み始めて、それが楽しくてハマっちゃって、まあちょこっとずつだけど読んでて、この間インスタにちょろっと変な家とか、あ、じゃあ変な間取りと変な絵とを載せたんですけど、最近読んだので私的に一番面白かったのは、ルビンの壺が割れたっていう本があるんですけど、読みやすくて衝撃的で、私は最近で一番好きな本はそのルビンの壺が割れたっていう本です。これはね、本をおすすめの本を私がインスタで募集した時に教えてくださった本で、 そこから選んでめちゃくちゃ面白かった。で最近はちょっと待って、こうね、読んだ本を人にあげちゃったりするからじゃないんだ。これ運ぶねも面白かった。運ぶねも読み終わったし、あとこれね、6人の嘘つきな大学生、これも読み終わった、面白かった。で、ルビーの壺が割れたっていう、さっき言った一番面白い、私が最近でね楽しかったっていう本の同じ人、これも面白いらしくて、これから読もうかなっていう感じです。ちなみにパパはもう私よりも読むペースが早くて、すごい読むの早いの。私さ、結構さ、なんか読む時にさ、これこう、え、ちょっと待ってとか言って戻りながら見たりとか、え、この漢字何、読めないとかあるんですよ。だからなんか読むのすごい遅くて、でパパはすごい読むの早いから、パパはもう読み終わってんの、この辺全部。そんな感じで、ぜひ読んでみてください。はい、次、芸能界に入ったきっかけを教えてください。芸能界に入ったきっかけは、高校生の時に進路を考えるじゃないですか、担任の先生とかのさ、進路相談みたいな。本当にやりたいことなくて、好きなのは体を動かすことと歌うこととっていうような感じの子だったから、で先生もじゃあなんか音楽のなんかどっか行ったらとか、
なんか言ってくれてたんだけど、そんな時に友達とカラオケに行ったんですよ。でカラオケに行ったら ABEX のワールドオーディション2008っていうポスターがね貼ってあって、で、あ、これ受けてみようかなってその時思ったと思って、何人かの友達も一緒に、誰でもねその場に行けば受けられるっていうオーディションで、書類とかもねそっちで行ってから書くみたいな、とにかくその場に行ってなんか書いて、で列に並んで、でなんかアカペラで歌ってみたいな感じだったかな。そうそう、で結局そのワールドオーディションでは最後に落ちてしまったんですけど、なんか受かった人も落ちた人もみんなで打ち上げみたいな感じのがあって、その時にスタッフさんから今回はちょっと残念だったかもしれないけど、今度 ABEX で初めてグラビアアイドルを発掘するオーディションをやるんだけど、よかったら受けてみませんかって言われて、でグラビアみたいな無理無理無理っていう感じで、最初はちょっとみたいな、無理ですみたいな感じで言ってたんだけど、そのスタッフさんが何事も挑戦することは大事だと思うし、グラビアのオーディションだからってグラビアだけをするわけじゃないと思うよみたいな、それこそその自分の好きなことをそこから見つけてもらって、大きくね羽ばたける子を僕たちは探しているみたいな話をしてくれて、いやそうなんだってその時思って、じゃあ分かりました受けさせてくださいって言って、そこから週刊プレイボーイと ABEX がコラボしたトップオブグラビアっていうグラビアアイドルのオーディションだったんですけど、そこでグランプリをいただいて、2009年にデビューしました。では次、育児の合間に見てます、ありがとう。髪の毛はどのように綺麗に維持されてるのですか。結構さ、本当妊娠中とかもすごくて、産後もすごかった、なんか抜け毛とかもあるしね、やっぱ栄養全部持ってかれるからパサパサになったりして、あとすごい髪の毛が傷んだ時があって、その時結構サプリメントをいろんなのを飲んでたんです。でサプリメントいろんなの飲んでたらなんか髪の毛パサパサになってきて、それは何でか分かんないんだけど、でそっからサプリメントは今なんかこれぐらいの鉄分のなんかラムネみたいのがあるんですけど、それを子供たちと一緒に1日1粒だけ食べてるだけで、他のサプリは今はねちょっと一切取ってないです。で髪の毛がそしたら調子が良くなってきて、いけて月に1回トリートメントしたり髪の毛染めたり美容院に行くんですけど、家ではこれサブリミックっていう、こうやってシュッシュッってやる感じのやつなんだけど、これはお風呂出て濡れた髪の毛タオルドライして20プッシュぐらいしてるかも。でまあ下の方はキュッキュッキュッってやってなじませて、でそこからドライヤーしてます。でこれする日もあればこっちする日もある。これはディケラエマルジョなんだけど、私はお風呂出てからこれはねちょびっとなんか5円玉ぐらいをのせて、タオルドライした後に毛先中心につけています。なんかシャンプーもそうだけど、ずっと同じの使ってるとやっぱその成分しか入らないから、私は結構2つ使ってることが多い、交代交代に。好きな服のブランド。好きな服のブランドは、まあ、結構こだわらずに何でも、あ、可愛いって思ったらネットでポチポチするタイプなんですけど、絶対に見るのはジップソフィアジップソフィアのお洋服とルーム306、読み方ってるかな、2つとも。そう、その2つのブランドは結構私のツボのお洋服が多くて、
こうよく見ます。はい、次、徳島に来てから2回以上行ったお気に入りの場所はありますか。結構いっぱいあるんですけど、よく行くのは自分の母親が来たりとかした時に連れて行ったのはやっぱり獅子食い。目の前で海鮮を焼いてくれたりするんですけど、私が徳島来た時に初めて行ったお店もそこで感動して、東京でこんだけの食べたらいくらするんだろうって思うぐらいすごい新鮮で美味しい高級な食材たちをリーズナブルでいただけるんですけどそう、それにすごく感動して、あとはこの間までコモドカフェ、ブリカフェっていう場所だったり、まあアスタムランドとかもそうだし、栄っていうお店、そこもすごい何でも美味しくて、子供連れだったりほぼ個室なので行きやすくてよく行きます。はい、次、歌声聞きたいです。ありがとう。なんか歌ってみたをやってる動画とかが何個かあるんですけど、まあ、歌うことは好きなので、なんかねレコーディングできる場所があればいいんですけど、結構多分私の YouTube 見てくれてる方とかインスタ、25歳から35歳の結構同世代の方が多いので、なんか最近の曲ってさ全然知らなくない？私全然、それこそ車に乗るようになってからちょっと車でかけたりとかしてちょっとずつ最新の曲聴いてますけど、まだまだ私の中ではアイドルが最新の曲なんだけど、だからちょっと最新の曲わかんないことが多すぎて、自分たちがじゃあ一番カラオケに行ってた時に歌ってた曲とか、そういうのもちょっといいですよね。中学の時聴いてたとか高校の時とかいいよね。なんか機会があったらなんかまた歌ってみたとか撮りたいなと思います。美人で明るくて大好きです。ありがとう。優しい人が多い。お料理の腕は独学で学んだんですか？基本は独学というか、ほんと全然料理なんてできないような人だったので、まずお出汁からお出汁とはみたいなところから調べたりして、一緒に住んでたおばあちゃんが結構料理の先生だったので、おばあちゃんの料理ばっかり食べてきたので、そうおばあちゃんにレシピをもらったりとか、私の取り方を教わったりとか最初はしました。最近はもう何だろう、全然食べたいなって思ったものネットでも調べればすぐ出てくる時代なので調べて作ってみたりとか、そんな感じです。料理は多分本当やればやるだけ体が覚えるし、やらなくなったらやらなくなったら本当忘れるし、作れば作るだけ頭が動いてくれます。次、そう今回のこの質問をしてくださった中で一番多かった質問が、徳島で会ったら話しかけてもいいですかっていう質問でしたそんな、話しかけてください全然話しかけてください。なんか対応できる時はねするんですけど、結構子供連れてるとバタバタして ありがとうぐらいで終わってしまうこととかが結構多いんですが、全然話しかけてもらえるのは嬉しいので、ぜひ話しかけてください。まるたかチャンネル。はい、そんな感じで質問してくれた皆さんありがとうございました。